以前もも言いましたけども結局ねこれ左派の目的は「皇室潰し」ですからね LGBT 推進法これができるとどうなるかといったらなななんで女は、ね、結婚後皇室を離れなくていいけないのって男はね結婚しても皇室に残れるのに女は結婚したら外に出なきゃいけないおかしいとじゃあ姿形は女だけども女性皇族が内面は男ですって言ったらじゃあ三宅創設できんですかっていうふうにもなっちゃうわけですよねなんで女性は天皇になれないのってこれはもう LGBT 法 の精神に反するるってなるわけですよなんで女系天皇ダメなのこれは LGBT 法の精神に反するってなるわけですよそうするといや反しててないよよって説明すするの一苦労ですよ私はちゃんと説明しますけどもそうだよな時代が変わったよな女だから天皇になれないなんておかしいよなみたいにガーってなるわけですよこのねポリティカルコレクトネスって言うんですけども平等とか自由とかそういうものに反対する意見っていうのはそもそも社会悪だっていうふうにねもう言論封殺されてきてるんですよね。でですすから lgbt 法に反対するっていうだけで 差別主義者と言わわれちゃうわけですからだから現皇室転半でね皇位継承の順位が決まってますからこれ守っていこうっていうだけで差別主義者っていうふうになってくるわけですからねだから結局日本においては妥当皇室の人たちはここを入り口にしようとしてますからでこれで本当にね多くの人がね幸せになれる方だったらともかくこれみんな不幸ですからねだから結局ほら差別禁止っていうことは例外認めない差別なんかないわけで公共の利益に反していれば制限されるんです。 合理的理由があれば制限されますこれは差別ではないわけですじゃあなぜ天皇がね男なのなぜ男系なの理由があるわけです合理的な理由がなんから差別でも何でもないそんなこと言うんだったら一般国民が天皇になれないことを差別と言うべきですよねだって1億2000万人近くが皇族になれないんですよ天皇になれないんですよそっちの方が差別ですよね女性皇族が天皇になれないことだけ切り取って差別というのはおかしな話なんでこれは差別じゃなくてこれを日本人が大切に守り続け終戦 の時にね個室がなくなるかもしれないきっかけもあったわけですけどもそれでも日本国民が残すと決めて残したんですから差別でも何でもないわけですよ世襲ですよだったらね天皇選挙で決める人は女も大統領制ですからね武田次康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。